明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いやー、お綺麗なものを着てるじゃないですか。奇跡の30代後半本当だね。ちょっと30代後半ももう、あと残すところわずかだから、はい、いやでもね、これをご覧の方もね、はい、トラヤさん見たよっていう方が多少いらっしゃいますから何言ってんのトラヤさん、好きな食べ物は？餃子。餃子、やっぱ男前ですね。ちょっとじゃあもう一回やろうかな。いやもう一回いく？いちごです。いちごですか？嘘はダメ。嘘はダメです。好きだもんいちごも。ああそうですか、うん。最近一番嬉しかったことって何ですか？最近一番嬉しかったこと、美味しい餃子屋さんを近所で見つけた。それは良かった。良かった。じゃあ逆に一番怒ったことって何かありました？怒ったこと？うん。なんだろう、もう毎日怒りすぎてよくわかんないんですけど。トラヤさんって怒った時ってどんな顔になるんですか？私、うん、もう怖い。これは怖い。無表情のタイプですね。そうそう、もういらぬエネルギーはあまり使いたくないから今年の一番いい顔早速見せてください。はい、いいですね。では最後に、はい、今日のお着物の魅力を津軽弁で教えてください。今日の着物の一番の魅力はここ重ね襟重ね襟ってすんなって、ここの色が大した綺麗だねってみんな喋ってけるね。ありがとうございます。もう何はさておき、健康第一何おお、まあまあちょっと左腕でちょっと筋肉が出てますね。そう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 、うん、今まで20代の頃はストレスがたまると結構辛いものを食べることがストレス解消みたいな感じで食べてたんですよ。30代の後半になると体調を崩すとストレスがたまるとそうそうそう、あ、違う違う違う、ストレスがたまって辛いものを食べるとこまでは一緒なんだけど、あ、辛いものを食べると、そうそうそう、なんか胃腸がダメージ健康第一のために、うん、何かやるつもりのことってあるんですか？あー、これから、うん、無理をしない今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この動画がいいなと思った方は、はい、何でしたっけ、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。今ね、チャンネル登録者数が1万7000人くらいで、目指せ10万人、はい、よろしくお願いします。お友達にも教えてあげてください。